二人合2人わ合せわせてて、翻翻訳訳4面。面。このところ、ITV で昔やっていた、ブロードチャーチというミステリードラマに今更ながらハマっている方の翻訳マン1号、川出雅です。スマートフォンが iPhone6 プラスなので、いろんなアプリが使えなくなりつつある方の翻訳マン2号、杉山敦子です。はい。二人合わせ合わせて、て翻訳翻面。訳面。はい。翻訳面、2023年9月号のその1でございます。翻訳面はですね、翻訳ミステリーその月に出ました、作品から、それぞれが3冊ずつ紹介する書評番組でございます。担当しますのは私、杉山敦子と、はい。はい、私、川出正樹でございまはい。す。ITV って何でしたっけ？インディペンデント TV、イギリスのさ、あ BBC じゃない、民放、あ。ああ、ITV って、なるほど、なるほど。で、そこでなんかね、10年前にやってた、ブロードチャーチっていう、なんか聞いたことあります、それ。なんだっけ？架空の地名なんだけど、イギリスの、ドーセット、ど南う部せのっととし。ころのを舞台にした、テレビミニシリーズの、推理ドラマで、おお。シーズン1、2、3やったんだけど、今ね、2まで見れたんですけはど、ははこれがね、なかなか面白くて、うデビッド・テナントっていう、最近ちょっとグッド・オーメンズというのが、ああ、はい。このありますよね。2023年になってシーズン2始まって、みんな結構人気出てるんですけど、その男性と、一つ、オリベ・コールマンという、昔、女王陛下のお気に入りという映画で、アカデミーの主演女優を取った、この2人のね、中年男性女性コンビの刑事ものなんだけどさ、海辺の町で11歳の少年が崖の下で死んでいるのを発見されたところから、その小さな町の中の人間関係の秘密が徐々に暴かれていって、いろんな人が秘密を隠していて、そこから町の中の関係が暴かれていくというですね、なる私、大好物ほなど。スそうトですーリーか。でですね、これが見終わってみると、もう完全にこの町の誰かが、ああ、ヒラリー・なるウほォーマン。ど。ヒラリー・ウォーの草原シ推ー理ズ文ン庫の1のね。最後に出てくるね、犯人の気持ちの悪さがね、長い眠りのように気持ち悪く、ああ、なるほど。ヒラリー・ウォー臭がしまヒすラリー・ね。ウォーなんですよ。ああ、なるほど。で、これシーズン2にね、2年後にやったやつを見てみたら、これが実はその直後の続編で、なんと捕まったところで終わるんじゃなくて、捕まった後の、今度法廷ミステリーなの。だから今度その被告の有罪無罪をめぐって、ずっと法廷ドラマだけが始まる。だからそこでめでたしめでたしめでたしでシーズン1で終わらないっていうね。なるほどね。連な続しかてなみるとか、また違いますね、それは違いね。ますね。ですからね、今ね、アマプラで見れるんですよ。アマゾンプライムで。あるんですか。で、見えるんで、ヒラリー・ウォーがお好きな人はぜひ見た方がいいですし、ああ、クリそうス・です。ミラクルの、ああいうね、スモールタウンものなんかで気に入った人、あとイギリスミステリーが大好きな人なんかは、ぜひぜひなおるすすほど。めしますっていうのにあって、ずっと見まくってました。なるほど、なるほど。はい。今、僕の足元で本が崩れたんですけど、いつもあることなんで。なんか、年を取って、本を積むのが下手になりましたね。なんわかかりね。ます。わかります。昔の方がうまかったですね。まあ時間もあったから、これまあ最近、存在に積んじゃってんだと思うんですけど、本当に崩れてね。まあ、それはどうでもいいんですけど。はい。じゃあ、すいません。川出さんから1冊目お願いします。1冊目なんでしょうか。ということで、そのイギリスのさ、イギリスの。本邦、ね、小説は主役となります、マーティン・エドワーズ。評論家としては名高い人ですが、そうですね、処刑台広場の女。評論としては、何年か前に、この探偵小説の黄金時代というですね、いわゆる、大戦間のイギリスの、探偵小説黄金時代、そこのディテクションクラブというですね、非常に、ある意味閉鎖的ではあるけど、社交クラブ、非常に入会審査も厳しいですね、探偵作家たちのクラブの、なんだろうな、証言と記録といろんなものを掘り起こした、歴史変遷
体というか人物ごとの、CM みたいなのがあって、大変読むとして面白いものを書いていたそうんでですすけど、ね。もう翻訳されると思わないから、僕、現状で買っちゃいましたからね。そうそう。ね、翻訳されてもらわないと、私もこれ、Kindle のね、原書で買ってみんな、Kindle で買っちゃうんですよね。あ、Kindle で買えると思って、検索可能だからとか言って買っちゃったね。ら、まさか翻訳が出るという、出ると思わなかっありた。がたいですね。MWA の評伝部門を受賞したというまあ、作取る品でしょうですが、ね。実はこの方は探偵小説ミステリー作家で、作品の方というのはまだ訳されてなかったんですが、この度早川書房から気合を入れたクローゼで、昔聞いたことあるんですけど、早川は気合を入れた作家を押すときはですね、文庫クローゼにするそうです。じゃあ、ほら、行くクローぞっゼにていう外れ感なじしと思っているというね。なるほど。押しだそうです。まあ、結構外れもありましたけどね、過去編。思ってるのは早川処分なんで、そうですね。そちょっこはちょっと、とね。担当の推しと、こう、すれ違ってる感じがあるときがそれはあたりままにすからね。あり、まあ、エドワーズは、この人は先ほどの、評伝もそうなんですけども、CWA の、ダイヤモンド・ダガー賞というですね、巨匠賞を受賞した人の、作品です。で、舞台は1930年のロンドン。ちなみにこの1930年ってこのディテクションクラブが設立された年なんで、まあ、当然わざとやってると思うんですが、まあ、それもあるし、もう一つは大恐慌、世界大恐慌が始まるぐらいの年っていう意味合いもあるし、いろいろあるんですが、でそこにですね、レイチェル・サバンナというですね、名探偵の若き美しき女性が最近ですね、名を馳せていると。なぜかというと、ロンドンで起きたですね、コーラスガールの殺人事件の謎をですね、見事に解き明かしたということで、ちょっと今ね、にわかにですね、話題になっている人がいるんですが、その彼女がですね、今度、再びで、再ですね、今度は首を切られて無残に殺された女性を、実は、銀行家だったかな、6地下の、要は上流階級の人間がその犯人であるということをですね、見事にですね、またまた推理して、それをですね、新聞記者にあらかじめ予告しておいて、で、ところから、まあ、始まるわけですね。で、彼女はなぜそんなですね、怪盗乱馬を立つようにですね、次々と殺人事件の謎を解くことができるのかと。いうですね、ことで、まあ、スコットランドヤードもですね、あいつは何者なんだっていうですね、ちょっと、ゾワゾワしてるわけですよ。そんなまぐ、ね、その一方でね、女性の名探偵だとありえないし、そんなのまぐれあたり決まってるという、こういう古い価値観を持った刑事なんかも出てくるわけなんですが、で、この彼女はどうやらですね、何か目的があるらしいと。で、その目的がある彼女がですね、目的がある彼女の目的は何かっていうのは、なかなかこれホワイトに言ったんだけども、読者にはですね、実は彼女がこの殺人犯を見破って、その殺人犯にですね、自殺を強要しているってことがですね、最初から明かされるわけです。だから読者は、そういう彼女の裏の顔を知ってるわけだけども、表から見たら、もう名探偵にしか見えないもんだから、非常に、なんだろうな、作中人物から見える顔の謎と、読者が見えるその二重の謎、彼女はどうして一体なんでそんな解いて、しかも殺人犯をしに自殺を強いるのかというところが、2つのホワイトニングになって進んでいくんですね。で、この先もですね、次々とどんどんこうね、彼女の周りというよりは、ロンドン中で殺人事件が起きて、その場には必ず彼女が何らかの形で、ね、絡んでくるわけです。で、その彼女がね、このロンドンの三流新聞紙のですね、クラリオン紙っていうところの若手のね、すごい野心満々なね、記者に対して、なぜかこう情報を事前に流すんですね。だから彼は常に警察が来るよりも、のとほぼ同時とか、それよりも前に事件のネタを掴んでるんだから、逆に警察からは怪しまれてしまって、でも、特ダネは常にね、ものにすると。そこのクラリオン紙っていうところでは、彼の先輩記者が暴漢の襲撃にあって、今、もう意識不明状態で、もうおそらく助からないだろうと言われている先輩記者がいるんですが、その記者がね、襲われる数日前に、ちょっと口にして、
悪夢を見ているときに突然目覚めて口にした言葉っていうのを奥さんが聞いてて、それがね、処刑台広場っていう。何なのかね、わからない謎の言葉を言ってて。で、そこから推して結局この彼はですね、やっぱり一瞬だけ目が覚めたときにですね、この新米記者、この新米記者ね、ジェイコブって言うんだけど、そのジェイコブが聞き出した言葉っていうのは、どうやらこのレイチェルというこの、謎多き名探偵が何か事件に鍵を握ってるらしき言葉を残して。ということで、この物語自体は、この謎多きレイチェルの視点と、このジェイコブの視点というのは、ほぼ交互になっていく形で、メインの語り手となっていく形で進んでいきます。で、その間にですね、1919年だから、10年ちょっと前かな、の、別の女性のですね、日記が挿入されて、過去の出来事が、要所要所で語られていくっていう体裁を取ってるんだけど、この昔の日記の話っていうのは現代編どう絡んでいくのか。ただですね、最初に書いてあるけど、まあ、この昔の日記の中で、その書いた女性は、このレイチェル・サバンナっていう、この女はね、とてつもなく恐ろしい、ひどいやつだ、ということを書いてるわけですよ。で、そうすると、じゃあ、この彼女の正体がここで明かされるかと思いながら、いろいろ読んでいくとですね、どんどんなんかね、なんかいろんなことがね、謎がね、深まるばっかりなんですね。でも、どんでん返しとかも最後に起こっていく中に、結局最終的にこれ読み心地を僕思ったのは、これって、スリラーなんですよね。だから、探偵小説の黄金時代という小説を書いていて、いかに、ね、しかもこの処刑台広場の女で、密室での殺人とかも起きたりね、舞台観劇場での、残虐な殺人とかあって、非常にグランギニョルにあふれていて、ディクソン・カオマージュかと思われますが、実は本格ミステリーというよりは、そこに重点はあまり置いてない、むしろ、なんだろうな、エドガー・ウォーレスとか じゃないけれども、駆け抜けていく、次から次へと謎で畳みかけていく、連載小説のような疾走感とどんでん返しを多用していくスリラー。まあ、現在で言えばもう、むしろジェフリー・ディーバーなんかの方に近いような動きを与える。あざといまでのことをやる。まあ、やるっていうところもあるし、これがやりたかったのねっていうのは最後の方で分かってくる、綺麗な、どんでん返しなんかもあるんですけども、だから、あんまりね、こう、古色蒼然とした、昔懐かしい、ウェルメイドな探偵小説っていうもので、どうしようかなって、ね、もし迷っている人がいるならば、これはもう読み始めたら、ずっともう、最後までノンストップで進める、サスペンスミステリーの良作であるというふうに言えるし、まあ、その一方で、昔の探偵小説を期待してるんだけど、そうじゃないのかなとためらうような人がいるとすると、いや、そういうね、グランディニョル的な味わいは当然あるし、ちゃんとした、布石とか、伏線とかを吹きながらのどんでん返しとかもあるので、そういう味わいも楽しめますよと。まあ、解説の中で、仙台昭之さん、なんか最近、仙台さんの解説知ってます多いですけども、この中で、今まで作品が翻訳されてこなかったのは不思議であるというような旨のことを書かれてますけども、まあ、確かにこれだけの実力のある人っていうのが、この人91年からね、ミステリー書いてもう20冊ぐらい著作があって、まだ未訳のままでいたっていうところは、なかなか、やはりイギリスミステリー奥が深いなと思った一冊。本当、今おっしゃった通り、いわゆるパズラーかと思ってたら、スリラーっていうのが、まあまあ、意外だったですよね、そうな読んんでですよてね。ね。まあ、でも、まあ、なんていうのかな、そういう面白がらせ方みたいなものというのは、まあ、骨董としてはスリラーっていうのは、まあ、本当なわけですよね。そうなんだよね、もとそもれが、と。みんなの中に、みんな作家の中にそれが本当は染み込んでいて、スリラーをやった上で何ができるかっていうのが、多分まあ、本道の考え方で、パズラーをやった上でスリラーっていう 順番じゃそれなは。いのかなっていう気もちょっとしましたね。そうですね。でないとね、この600ページ近い本、そんなにね、推理とかね、サスペンスなかったら読み通せないですよ。まあ、なんといっても、探偵小説の黄金時代が伏線になって、読者を幻惑するというですね、そうなん何だよ年がね。かりのその仕掛けなんだというところがちょっと ここが大変愉快なところ。
ですよね。ええ。というわけで、今月の一冊目でした。はい。1930年の話だったんで、僕は1940年代のですね、舞台になった小説を取り上げたいと思いますけど、狙撃者ミラの告白ですね。狙撃者ミラの告白はですね、これ作者はケイト・クイーン、なんだっけ、戦場のアリス、亡霊ハントレス、ローズコードっていうね、これまで3冊翻訳があって、まあ、その戦争を題材にしたスリラーといいますかね、その冒険小説といいますか、そうした、まあ、大河小説的な構造を使ったスリラーをですね、大変を書かれ、あの、書いてきて、どれも大変、好評を持って、戦場のハントレスでしたっけ、どれか、戦場のアリスが、いや、亡国のハントレスか。あれが、翻訳ミステ大賞の候補になそうったですのね、かな、候補に。だったんですよね。まあ、それで、今回の作品なんですけど、今回ね、紹介する3冊の中で、これ実は一番ミステリー色が薄いんですよ。なぜかというと、主人公のミラこと、ルミドラ、リュドミラだ、リュドミラ・パブリチェンコは、実在の人物だからです。ですね。実際の人物だからです。いわゆる赤軍ね、ソ連の、まあ、共産側の、まあ、ソ連ですね、共産側のロシアですね、その軍隊において、全体主義国家ヒトラーのですね、第三帝国から侵略にですね、祖国を守るんだということで、戦うことを自ら決断した女性、リドミラはですね、まあ、その時点で15歳でリュドミラは結婚して子供がいて、その祖国がそのヒトラーの手によって蹂躙されるということを言われてですね、世に怒りに駆られるわけですね。して、まあ、彼女はもうその夫のアレクセイとは非常に疎遠になっていて、もう別居状態にあって、ほぼ離婚しているんですけれども、その子供たちは自分で育てていると。なので、私は母であり、かつ父でもあるんだと言ってですね、父は武器を持って戦うもんだと言ってですね、戦場に自ら出ていく。何をするかというと、子供の頃からその父親によって仕込まれていた、まあ、狙撃の腕ですね、銃を使った、まあ、遠距離射撃の腕前ですね、これを生かして狙撃手として頭角を現していくというですね、これ実話ですよね。まあ、そうで完す、全にリル実ミ話ラで、は。はい。後ろにその役者後書きのところにも参考文献に挙げられていますけれども、リドミラ、パブリチェンコは本当に第二次世界大戦のその東部戦線かな、において、その非常に300人と言われているか、本当は本人はもっと殺してるんだけど、途中で数えるの面倒くさくなっちゃったからやめて300何人ってことにしときますみたいな、ことを途中で言う場面があるんです。本当は何百人という兵士をですね、そのライフルで葬ってきた、人物なんですね。で、彼女が だんだんその、二等兵で最初従軍し、伍長を最終的には、中尉ぐらいまで上がるのかな、まるで野良黒のように出世していくんですけれども、そういうですね、彼女の従軍記、まあ、描いたという話なんですよ。で、これだけだと全くミステリー色はない。で、ものすごく面白いんですけど、ミステリー色はないんですけど、実はこれ、時勢がですね、その彼女が兵士として戦い始めた時点と、もう一つですね、彼女がアメリカに渡ってですね、フランクリン・ルーズ、時の大統領、フランクリン・ルーズベルトと妻のエレノア。とですね、面会をして、この祖国との戦いのために、アメリカにですね、協力を求めるスピーチをするということで、アメリカに派遣され、これも実話なんですけれども、その模様がですね、書かれていて、そこで何らかの思惑を持って彼女はアメリカにやってきてるんだということが書かれていて、これが実はですね、ちょっとフックになって話が進んでいくという部分が、実は一番ミステリー的な部分ではある。ですね、なんだけど、まあ、そこは、まあ、おまけと言ってもいいぐらいで、その非常に女性蔑視の感のあるそのアレクセイという夫との関係とかですね、戦場において最初、彼女がその上官というと、男たちはまあバカにしてくるんですけど、その男たちをその狙撃手としての確かな腕前でねじ伏せてですね、戦友としての友情が芽生えていくあたりとかですね。そういう、なんていうのかな、女性が自分にできることを、自分の能力だけでやっていくというですね、
非常に素晴らしい、自分の運命を自分で切り開いていく女性の物語として面白いんですよね。で、そこにはもちろん、戦場は女の顔していないって書かれたですね、女性がその人権といいますか、いろんなことがないがしろにされるその戦争という場面における、女性の目から見た女性の、戦争によって受けた影響みたいなものも、リュドミラの目から書かれていくわけですね。そういう女性によるその社会を、への眼差しを書いた小説でも当然あるわけです。これは非常に現代的な部分であるわけですね。ところが、これね、ミステリーとか、その歴史小説とか、いろんな、要素があるんですけど、ロマンス小説の要素もあるんですよね。実は、そのリュドミアが、夫アレクセイと離婚状態になるんですけれども、その戦争を戦っている間にですね、男性と、男性なんですけど、知り合って、非常にその心が通じ合って、戦友としての気持ちが、やがてその恋愛感情に変わっていくというですね、それの、実は戦場におけるロマンスを描いた、ロマンス小説の要素も実は含まれていて、恋愛小説の部分も非常に面白いところなんですよね。だから、そういうルドミアという人がどういうふうなその思いを持って戦い続けているのかということが、彼女のその人生観みたいなものをですね、描いていくことによって浮き彫りにされていって、非常にその、なんていうかな、人物描写に力点が置かれています。で、アメリカに行った彼女が、そのアメリカの女性記者からですね、その服はちょっと格好悪くないみたいなこと言うんだけど、戦場で着る服だからもういつももうぐしゃぐしゃで格好悪いなんていらないのよみたいなことを言ってですね、そのなんで平和の中に浸っている人間と自分との違いみたいなものをそう実感する場面とかもあるんですよね。で、なんつうんだろう、こんなこと本当に聞くのかなと思うんですけど、あなたはどんな下着をつけてるのとか言われてですね、ものすごく怒るとかそういう場面もあって、なんていうのかな、自分の職業に対する、誇りを傷つけるもの、あと自分の生き方に対する、毀損するものに対しての怒りの描き方とかもすごく良くてですね。そういう意味では、このリュドミアという、キャラクターを、浮きぼ、あの、立たせるということが、この作者の狙いだったんだろうなと思います。当然ですけども、戦闘場面がものすごくシリアスに書かれているし、その中ではもう仲間がどんどん死んでいったりもするというですね、戦争小説ならではの、展開がもちろんありまして、非常に、なんていうのかな、当然だけどリアルでですね、命のやり取りをしている人の、小説という感覚があります。なんていうのかな、変に美化もしてないし、都合のいい展開にもならないし、もちろん実在の人物がいるから当然なんだけれども、なんていうのかな、都合よく駒として動かしたりせずに、戦争に行くと人間はこういうふうに動くんだよねっていうのをはっきりと書いていて、それは非常に僕は好感を持ったところだったですね。やっぱ戦争小説ってなんていうのかな、ちょっと俯瞰になりすぎたりとか、その物語の展開を重視、によって、都合良い展開があったりすると、話の面がやっぱあるんですよね。戦争なのにそんなこと起きるわけないじゃないみたいなことを思っちゃうんで、その辺のリアリズムみたいなものはないがしろされていないところが、この小説の素晴らしいところじゃないかなと思いました。翻訳はですね、加藤陽子さんですね。大変に戦争小説と思って身構えて読むんだけど、そのうちにこのリドミアという主人公の、キャラクターに惹かれると、もうその部分があんまりこう関心がない人でもどん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 引き込まれていくというね、そういう小説じゃないかなと思いました。というわけで、ハーパーブックスでございました。はい。というわけで、一冊目でございました。